なんでLINE返してくれないの？彼氏に無視される、遊ばれる女子の共通点とは？好きな人を虜にする3つの恋愛裏テクニックを知りたい人は他にいませんか？5、綺麗な文字に知性が光る書道。今時古風な趣味だし、字が上手いと無条件に尊敬する20代男性というように、字が綺麗な女性は男性の人気が高く、筆で文字を書くという行為が大和なでしこを感じさせるようです。義務教育で誰でも一度は経験があるため、そのハードルの低さも魅力でしょう。6、女性ならではのセクシーさが魅力のベリーダンス。おへそを出したセクシーな衣装を着ているのかと想像してしまう30代男性など、ベリーダンスの衣装と腰を揺らす動きが男性にとっては刺激的に映るようです。楽しみながらくびれもできるので、女性らしいスタイルを作るのにも役立ちそうです。7、一緒に楽しめて自然が好きそうな登山。自然が好きな子って素朴そう、20代男性など山ガールの純粋なイメージが男性をキュンとさせるようです。最近は山ガールも増えているので、高山植物に詳しくなるなど山歩きをさらに楽しめるような知識を増やすと男性から注目を浴びそうです。8、クリエイティブでセンスが良い印象のカメラ。小さなことに気づいて毎日を楽しんでそう、10代男性というように、日常のささやかな場面を切り取っている女性は感性が豊かな印象を与えます。お気に入りの写真をウェブにアップするなど、写真を共有できるようにすると親近感も高まるでしょう。9、気軽に本の貸し借りができそうな読書。一緒に図書館デートするのが憧れです。20代男性など、お気に入りの本を貸し借りできる読書も男性受けが良いようです。ただ単に読書と言っても印象が薄いので、好きな作家やおすすめの作品も話せるようにしておきましょう。